どうも、プロボーラーのスターです。今日はですね、伊賀ニンニンボールにこの方が来てくれました。もう多種多様な、もうなんていうんですか、特技をお持ちの渡辺欅プロでございまーす。にゃんにゃん、ピコリンチ、おほっかいプロボーラーののいちゃんです。お願いした。渡辺です。お願いします。いや、すごいですよね。いや、もう、ね。ありがとうございます。はい。もう、いやいや、マジでまんまやもんね。のいちゃんのモノマネすごいおはことさせていただいております。あ、そうなんですか、はい。もう全国で。はい、のいちゃんになってます。全国で。マイクパフォーマンスしながら。はい、ボーリングもちろんね、東海オープンも優勝されて、はい、腕はもちろんなんですよ。ありがとうございます。しかもこの前、ラウンド1のグランドチャンピオンシップの予選会も、もう勝ち抜いたということで。勝ち抜かせていただきました。いやいやいや、もうこの腕前もさることながら、ミス日本、はい、海の日にも輝かれて。よくご存知で。そうなんですよ。ありがとうございます。そしてゲームの声優とかね。はい。いろいろやらせてもらってます。そうですよね。はい。で、過去には、アニメじゃないですかね。ガロー。はい、ガローは実写ですね。実写版の、はい、まあ、なんかヒロイン役をされてたんですね。いや、違いますね。ちゃんと調べてから来てもらってもいいですか？わかりました。何役されてたんですか？はい、ガロだと、三神官ケイルって言って、はい、なんか主人公の指令を出す、はい、司令官みたいな役ですね。そうですよね。はい、でそうですよねって知らなかったですよね。いや、違うんですよ。知らなかったですよね。なんで僕がそれだけ知ってるかっていうと、はい、なんでですか？昔パチンコやってたんです。そこからの知識でね。はい、はいはいはい、そこになんかこう、ちらっとやっぱ映ってる瞬間があったんですよね。はい、そうですね、いました。いや、もう、そういうね、もう多種多様な技術を持ってるこのプロの方がいらっしゃるということで、今回も伊賀ニンニンボールで非常に、楽しませていただきました、はい。本当にどうもありがとうございます。はい。はい、で、今日はそんな渡辺プロと、まあ、せっかくですから、はい、まあ、1ゲームこう、対戦してですね、はい、まあ、面白おかしくトークなんかしながら、はい、いいですね。まあ、やっていきたいなというふうに思います。はい、でね、まあ、いろいろ質問させていただくこともあるかもわかりませんけども、ぜひね、お答えいただけたらなと思います。はい、わかりました。それではね、もう早速始めていきたいなと思うんですけど、はい、今日の罰ゲームは、嫌だって言ってたんですけども、伊賀ニンニンボールでは恒例となっております。恒例なんだ。ドリアンサイダーでございます。恒例です。この前ね、太田高政プロ、ご存知ですか？もちろん。はい。ちょっと危ないような気がしてきましたけども。大丈夫。知ってますよね、はい、知ってます。はい。角戸秀隆プロは知らないですよね。はい。もう関西できん。関西できんってツイッターの方にも載ってましたけど、それもちょっとアップしときたいなと思う。はい、もうね、これ匂いが強烈なんですよ。はい、もうとにかく、これを一気飲みするっていうのが罰ゲームの、もう、ササラチャンネルのもうメインになっておりますので、はい、ちょっと頑張って飲んでいただきたいので、負けた場合ね、ハンデいりますか？ハンデ。ハンデ欲しいです。ハンデ。じゃあ、15。お、いいですか？ 15 で行きましょう。ありがたい。よし。それではちょっとね、もう早速投げていきたいなと思います。はい、私は投げるボールはサミットピーク、新しいボールを投げていきたいなと思います。欅プロは？はい、私はサブライム1月に販売したボールでーす。お、なんか昨日そのボールでスポコンでむちゃくちゃ打ってましたもんね。いや、そうなんですよ。これで974ゲームで、はい、そうですよね。打ちました。はい、素晴らしいボールですので、はい、皆さん見ていただけたらなと思います。それではまずは早速私から投球していきたいなと思います。はい、レーンコンディションはオイル30ぐらい入っているフレッシュのレーンコンディションでございます。はい。それじゃあ、ちょっと早速投げていきまーす。さあ、どうでしょうか？よいしょー！なんか練習ボールしました。いやいや、もうフレッシュですもん。だって分かってるでしょ。44フィートのやつです。44フィートのやつです。さあ、ケヤキプロは、いやー、わかんない。どんな投球を見て、見せてくれるのか、非常に楽しみでございます。はい、いきます。おー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 、やられた。これだー、知ってるー、やられて知ってたのに、サダダチャンネルで何度もやられてる人見てきたのに、自分が引っかかるとは思わなかった。ガチで、気づいてなかった。やられたー。なんと、右のジャルのレンノンオイルでございまーす。ああ、これか。これがドッキリ。やられましたー。はい、終わり。え、本当にこれで終わりなんですか？ゲームやるのかと思ってたのに。
いや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 。終わり？私の出番。もう終わりです。嘘でしょ。終わり。終わりでしょ。いや、終わりです。私、このために今さっきテーピング外したのにもう一回付け直したんですよ。はい、いやいや、終わりです。終わりの一投で一投で終わりです。はい、ということでね、本日の、ゲストは、渡辺けやきプロでございました。皆さんどうもありがとう。本当に？本当です。あ、はい。わかりました。わかりました。まあまあ、ちょっとね、かわいそうなんで、はい、かわいそうって言ったら、かわいそうって表現、ちょっとこれガターだったんで、はい、一投で、はい、もう一投、何本倒せるか、ちょっとやってみましょう、せっかくですから。プロですから。はい。はい。タイトルホルダーですから。はい。はい。これはいける。ケヤキプロならいける。はい。はい。はい、いきます。いや、無理だわ。いや、無理だわ。めちゃめちゃ、ちょっと待って。ちょっと待って。今の瞬間が一番面白いですよね。一番面白いですよね、今の瞬間が。いや、無理って、こう、私、ノーモール初めて投げたんですけど。マジっすか？こんなんなんですね。こんなんなんです。え、ちょっと、もう一回行きましょう。もう一回行きましょう、これ。このままでは終われないですよね。このままでは終われない。さあ、ピンに当たるまで頑張りましょうか。届くの？さあ。届くの？さあ、どうでしょう。やったこれは、でも一本。いや、これは、いや、これではちょっと、これでは終われない。え？真ん中のピン当てましょう。いや、無理です。いやいや、いけますって。いや、無理です。いや、ここで諦めていいんですか？わかりました。諦めたらそこで試合終了です。安西先生、いけます。安西先生。そうなんです。私、スラムダンクのファンなんです。ああ、なるほど。さあ。え、コツ？コツはやっぱ縦回転。意外と右から行く方がいいと思いますよ。あ、やっぱそうですよね。そうです。そうですよね。はい。意外とね、縦回転で右から。さあ、ケヤキプロの実力見せていただきましょう。ちょっと進化してきましたね。はい、もう一投だけいいですか。もう無理です。え？いや、もう無理。え？もうやめときます。もう、え？これで終わっていいです。本気です。本気で多分無理ですよ。本気でヘッドピン取れる未来が見えないです。未来が見えない。本当に見えないですね。カバーボール投げていいなら。あ、カバーボール行きましょう。じゃあもうせっかくですんで、カバーボール。あ、ここにカバーボールがございます。すいません。僕が開けたらちょっと申し訳ない。はい、すいません。まだなんかドッキリ続いてます？まだ、いや、ドッキリ何もず。まだ何のドッキリもず。もうこれ以上は私何もしないです。もう一個来るんじゃないかなと思って私待ってるんです。あ、大丈夫です。もうドッキリ何もないですから。本当に。わかりました。もう、これをするのだけが私楽しみだったんです。今日一日。はい。お、いった、やった。私はあなたにストライク。かわいい。いや、これちょっと鳥肌立ちましたね。取れた。すごいですよ。カバーボールさまさまですね。いや、やっぱりボールでちょっと僕正直カバーボールに取りに行った時なんて。ボールなんて関係ねえよって心の中では思ってたんですけど、めちゃめちゃ関係ありました。はい。ということで、すいません。今回、関東から、伊賀ニンニボールまで、8時間かけて、来てくださいまして、はい。もうチャレンジでこんだけ走り回っていただいた挙句、最後、ノンオイルドッキリを仕掛けてしまいまして、誠に申し訳ございませんでした。また懲りずに、もしよかったら伊賀ニンニボールにお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。ということで、今回のスペシャルゲストは、渡辺けやきプロでございました。皆さん、お気楽しよろしくお願いします。今回も内容が良ければ、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。けやきプロの応援もぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。